タカチャンネルの動画ショー。明けましておめでとうございます。こんにちは、タカチャンネルです。今回は何を開けるかもうお分かりでしょう。はい、ついに12月末に届いてました、あの商品、プレマンから届いたあの商品を開封レビューしたいと思います。では行きましょう。もうお分かりですね。あれですよ、あれあれしかないでしょう。行きます。というわけで、あ、その前にね、あのちょっと手を拭きます。あ、じゃなくて、あ、いやーね、あのちょっとね、模様替えしたんですよ。模様替え、はい、模様替えしまして、カーペット敷いてそこに座ってる形なんですけど、以前まではね、あの机と椅子でやってたんですけど、はい、大きなテーブルを用意してね、こちらで、開封レビューすることにしました。はい、ですのでちょっと見やすい動画になるかなと思いますんでね、はい、ぜひご期待ください。はい、というわけでテーブルが拭き終わりました。ではこちらに例のあの商品出します。あの商品です。いきます、せーの、はい、来ました、こちらです。ドドーン、出ました。はい、コンプリートセレクションモディフィケーション V-バック&ドラッグバイザーです。危ない、落としそうだった今、危なかったです。はい、では行きましょう。ついに開ける時が来ました。このように仮面ライダー龍騎が使うね、はい、 V バックル、あのドラッグバイザーですね。はい、僕がね、中学2年の頃ですよ。ほんとね、リアルタイムで見てて本当にね、楽しくて、もうね、毎回ハラハラドキドキの展開でね、名台詞の応酬ですよね、本当に。なんか、大人になって思うとね、心に突き刺さる台詞が多くて、非常に楽しませてもらった作品でございます。仮面ライダー13人出てきます。はい、この作品。仮面ライダー龍騎というのはね、仮面ライダー13人出てきますけど、そのね、ライダーたちのね、ほんとね、名台詞、そして戦いの記録がここに、もうここに詰まってます。はい、ここに詰まってますからね。はい、ぜひね、最後までご視聴よろしくお願いします。というわけで行きましょう。ノリノリだぜ、行こうぜ。さあ、というわけでカメラの位置を変えます。せーの、というわけでね、開けていきましょう。うお、はい、来ました。うわ、すごい、うわー、うおほー、すごい、いやー、いいね。これちょっと早く剥がしたいね、これ剥がしたいね。うわー、来たー、龍騎来たー。いやー、なんか全ライダーが、はい、集結してますね。パッケージすごいね、これ今回本当に、いやー、すごいね、パッケージがもう本当に最高の商品だということを物語ってますね。はい、これでね、材質としてはね、結構ね、ザラザラした段ボールって感じがしますね。ザラザラした光沢感はないですね。光沢感ない、なんかね、マットな段ボールって感じ。あ、でもここの部分すごい、このね、文字のところはね、すごいね、浮き彫りになってますよ。浮き彫りになってます。はい、すごい、裏向けちゃおうかな、これ裏、これ裏どうなってんだろう、ちょっとね、どうなっちゃうの、逆さまにすると、え、大丈夫、逆さまにして大丈夫なんですね、これ大丈夫かな。いきます、せーの、逆さまにしました。はい、うわー、あー、なるほどなるほど、はい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 、言わずもがな、すごいですね、もう迫力が、もう戦いのシーンですね、ここはもう戦いのシーンが、もう、しかもこの文字もね、あの、反転してるんですよね。これすごいよ。こういうこだわりが、マークがね、それぞれライダーのマークが、龍騎、ナイト、シザース、ゾルダ、ライア、ガイ、王者、タイガ、インペラー、ベルデ、ファム、リュウガ、オーディンとね、はい、なってまして、いやー、すごいね。アビスはいないよね、アビスはね。アビスはディケイドの世界ですからね。いやー、すごいね、これ。このザラザラ感もいいね。なかなか、触り心地が気持ちいい感じで、なんかすごく
触り心地が本当新品って感じがして、本当に新品ですからね。横からずらすと箱が登場します。ちょっと待って、これすごい、すごいね、これちょっと。おお、こうなってんだ。箱の中に箱、箱の中に箱ですか。すごいっすね、トナケンさん。いやー、箱の中に箱でしたよ。ドラグバイザーでございます。こちらまずドラグバイザー、そしてこっちが V バックルですね。いやー、すごいね、すごいものですね、こちら。はい、まあ、ちょっとこちらの V バックルの方から開けていきましょう。はい、今回は V バックルの方から開けていきます。ライバルキャラ、ライバルキャラですからね。はい、今でいうジオウとゲイツ的な関係ですよね。はい、よし、ではでは開けちゃいます。 V バックル、開ける喜びっていうのがありますからね。はい、そう、 V バックルね、今までのね形では入ってないんですよね。横向き、コンプリートセレクションで出た V バックルの形ではない形で入ってるらしいんで、はい、形がねちょっと下向きで入れられてるそうです。カードデッキが並べて入れられてないですね。51,840円です。はい、すごい価格でしょう。はいはい、ここには、はい、まず説明お出ましです。はい、うわすごいね、これ激ヤバですね。おおちょこれ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 感動がすごい。すごい。カードデッキがね、すげえ並んでるけど、どれから取り出そうか。まあ、龍騎。龍騎これ?あ、じゃあナイトだ。あ、これだ、龍騎。龍騎だ。うわ、すげえ。うわうわうわ。すごい。これなんか、うわ、すごい。本物クオリティだ。うわ、すげえ。これすごいね。ちょっとね、カードデッキをね、持った時の、カチッと音はね、なんないですけど、でもね、やっぱりね、この龍騎のね、このリアルな刻印、浮き彫りになってる刻印がね、すごいですね。はい。いやー、すごいね、これは。どんどん開けましょう。はい。はい、こちら。龍騎と同じ色なんですね。はい、ナイトですね。はい。劇中本編もそんな感じでしたね。あ、ちょっとマットな、これマットなね、黒ですね。マットな黒で、こっちは、ちょっとツヤのある黒かな。すごいじゃん。シザース、はい。いやー、すごいね。かっこいい。ほら、ほんとね、リアルすぎる。ほんとに、リアルすぎなデッキですよ。カードデッキ。はい、ゾルダ、うわかっけー。すごい金色がすごいね、かっこいい、生えてるね、金色が生えますね、本当に。あ、これはアビスです。アビスディケイドの世界に登場したアビスさんです。はい、アビスさんです。アビスさんっすよ、アビスさん。ブランクデッキ、あ、ブランクデッキね。17個のカードデッキ入ってますからね、この中にね。はい。ブランクデッキ、はい。俺は人を守るためにライダーになるんだ。他のカードデッキと一線を画している、龍が、ミラーワールドの世界から来た、龍騎のね、ダークライダー、龍がです。はい。はい、こちら、ベルトの、はい、いつもの、ベルト止めですね。ベルト止め、はい。です。はい。はい、こんな感じで。おお、すごいね、ここ。ここのね、歯車感がね、すごいね。はい。ここにもちゃんと、
掘られてますね、なんかね、模様が。やっぱりいつも通り。はい。カードが、このラップにくるまれてる感。仮面ライダー龍騎って書いてあって、ここにね、当時の、当時ものはね。はい。ね、CSM で初でね、このカード、初めてこういう読み込み式のカードになってます。はい。NFC チップというのね、搭載されてるんでね、読み込めるんですよ。それぞれの音声をね。穴開けパンチで穴開けたようなカードではなくてね。NFC チップで読み込む形のカードですね。はい。これ同じやつね。はい。さあ、肝心のベルト。V バックルですよ。V バックル。うわ、すごい。うわー、す。はい。では、こちら、V バックルでございます。はい。ここがね、効果音のボタンやらね、何やらですよ。はい、こちら。効果音やら、BGM やら、なんかいろいろ、セリフボタンだったりね。ここの部分はボタンないです。この3箇所のボタンが、はい、完成しました。 V バックル。いやー、いいね。ここは光らないんですけどね、多分ね、光らないでしょうね。はい、こちらね、ネジを開けましょう。はい、小さめのネジ回しのがいいみたいですね。はい、はい、はい、単4電池3本ですね。はい、完成です。はい、 V バックル完成しました。電源入れてみましょう。さあ、もういきなり電源入れてみます。はい、いきます。こちらが電源ボタンですね。いきます。おー、すげえ。これ、順番どう、あ、もう変身になっちゃった。 失敗、いきなりですね。おー、音がいいね。ここですね。ここを押すと、ミラーモンスター感知音が鳴ります。はい、いきます。お、来た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 よ来たよ来たよ。そして2回目。はい、 V バックル出現音ですね。はい、そしてカードデッキを挿入します。じゃあ、どれからいこうかな。もちろん龍騎でしょう、龍騎。はい、いきます。いきますよ。いきます。うわー、かっこいい。めちゃくちゃかっこいいっすね。ちょ、もう一回いきます。と、このようにね、かっこいい音になりましたね。仮面ライダー龍騎に変身できました。はい。いや、かっこいいね。すごい。そして、何をするかというと、シャッ。おー、なるんですね。こういう、デッキをカードデッキ入れたら、もう、シャッ。声が鳴ります。いきます。じゃあ、こんにちは、チャカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんに
日はコメントも待っています。